BJ 版栄冠級に高校野球全国大会2594枠目、今日も元気に練習試合、今日も元気に練習試合ですね。はい、2個目さん、赤戸大門さん、農協牛乳さん、黒金さん、倉掃除さん、7個目さん、ヨシーさん、ヨシベさん、バーストさん、いらっしゃい。今日も元気に練習試合。さあ、決まってその名前書けばいいからな。名前書いてパッと終わらそう。よし、妥協だな。妥協で休業して、妥協やろう。ね、あ、もう妥協だ、妥協だ。和国です。本日はプレイボーイ講座はお休みです。はい、和国です。1月5日は入らないの。監督、和国です。和国お入るね。はい、アラン・プローサさん、10万石さん、森さんが1番最初。はい、森さんが1番さん、18個目さんにして。よし、いいかな。よし、で、その名前書けばいいかな。ちょっと待て、テストは休みないよ。いいよ、行こう。よっしゃい。よし、今日はピッチャーは夢の番だね。夢基本でライトが走行の番だね。はい、今日最初の曲は何でしょう。おじさん、ありがたいです。はい、こちら。メラメラと燃えるでジェラシー、夜空に今日は一気になるか。フラメンコ図展学アーエクサシー。ヘイボーイ、トライ、ここであったら隠れて出せ、姉さんと俺との運命の糸は絡みついたり噛みついたり、どないしょ、フンクさんのアレンジです。もうフンクさんアレンジバージョン、フンクさん最後の歌唱曲で書いてありますね。トライ、瞳見てその瞬間、赤いハートの韓国だ。先生キュン君08秒からお願いします。はいよ、メラメラと燃えるでジェラシー、夜空には赤赤と大阪じゃ儚げな、遅れげ萌えや長しめり、フラメンコ通天閣エクスタシー、アウト。死ぬまで俺についてきやって、痛いとこやけど言えない、シャイボーイ、トライ、姉さんの後ついてゆきます。追事選択任しといてんか、おう、そやけどもしも味付けが大きに召さるときは、ぶってもええの、ゆらゆらと
トライ。アウト。膝に顎乗せては憎むほど愛してみたいや夜明けがね引き裂いてゆくまで愛したしめちゃめちゃに燃えてるぞトンボリ見ていたわこけまくる震災橋二人して人々の来た新地笑わかすエナジーが吉本はい、チュンクさんでエッグスタシー大阪でした。続きましてアウト。はい、こちらドライドライテレビもねラジオもね車もそれほど走ってねピアノもねバーもねおまわり毎日ぐるぐるかや朝起きて牛連れて2時間ちょっとの散歩道電話もねガスもねバスは1日ゾウシマトゾウシマトゾウシマトドライあそれぐるぐるドライぐる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 アウト。あよいしょ。ハッハッハ。ドライ。I'm afraid of no ghosts。ガガガガ。おう。ドライ。I'm afraid of no ghosts。ギターもね、もね、ステレオね、生まれてこの方見たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人。そうなんですか。本当バスターの新作映画。あ、それは、まあ、最近今日ね、あのトップガンとかもあとなんかあったりとかね、昔の映画の続編とかね、ありますね。ね、お、大物。ゴーストバスターも復活しました。あ、それでね、前のやつもね、金曜日。久しぶりですね、金曜日で。ゴーストバスターで。あ、ただ金曜ロードショーだと最近の金曜ロードショーはあの本編のノーカットとか言ってスタップロール飛ばしますからね。サンデーリングにドンパチ出てたりで前あのグーニーズやった時本編ノーカットであの一番最後まで曲を楽しみにしてたんですよ。あのグーニーズの曲好きだからスタッフロールカットで曲流れなかったっていうね曲カットかよと思って一番楽しみにしてた最後のあのグーニーズの曲カットされてたからおおもちゃもスタッフだもんゴーストバスターがカットされちゃうタップロールカットエンディングをなエンディングを本編カットしていいからエンディング流してカットしてもどこカットしたかわからないから
so what's the mode? Oh, yeah, yeah. I think you better call. All right. Ghostbusters! No, 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 no. Who you gonna call? わからないですね、確かにね。はい、ゴーストバスターズ VS イクゾーバスターズでした。イクゾーバスターしたらいけないじゃないですか。イクゾーさんバスターされたら3分だけ待ってやると、ムスカ大佐に言わせて本当に3分クムを入れやがったです。すごいですね。はい、続きましてこちら、今の豪華キャバスラーでは若い子がやってるから長く続けられそうですね。わらわら、あと、あ、今若い子がやってるんですね、ゴーストバスターズ。こんばんは、枠を早くやされちゃい、アウト。今まで勝ってきたいんだけどね。ドライ。アウト。ハンター、サンディシュのチャンスゲーマー。ドライ。クラブメンディック、メンバーク。ルパンがいた時にね、流れてた。確かに。最後エンディング日本語バージョンで日本バージョンで差し替わってたらみんなびっくりしますね。ドライ、ドライ、アウト。映画館とかでちゃんとエンディングスタッフロール終わって、ね、まあね、ちゃんと言いますかね、スタンディングオベーションして終わりですよね。スタンディングオベーションって言うの？スタンディングオベーションとマスターベンションでちょっと似てる感じで。あと、でした。素晴らしい。はい。ドライク。ドライク。続きましてこちら。あ、イルカつながりですね。これはね。はい。
テイドライテイパーボーテイアウト。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。ジャパニーズメロンブレインレディメロンブレインレディさんで名残雪でした。ゴールド勝ちを阻止しただけでも横浜昇華は大したものだと思う。まあゴールにしたかったけどね。まあしょうがない。まあ冬はねそんなに打てないけどね。今うちは結構打ってるね。うん。殴ってない殴ってない。監督だな、私は暴力反対だから暴力してないからね、もう。今日はもう大丈夫。ノーパワハラ、ノーパワハラ、ね、ノーパワハラ。ノーパワハラ、ノーセクハラ、ノーモラハラ、オッケー。ノーハラスメントですよ。ノンハラ。ミツバチにはミツノはノンハラスメントですよ。ノンハラスメント。ノーハラスメン
それをあの売りにもしてますから、もう入学する人はみんな入学あの文集ね、うちは農業高校はノンハラスメントみたいなね、安心して入学してくださいと。古原という噂がありますよ。ノーノーノー、水の鬼はね、何もないね、アルハラ、アルハラもアルコール、アルコールもないからね、ね、スベハラもなし、古原とか、古原って何ですか、古原は。フルスペックハラスメントだよ。梅原はありますか。梅原はスト、スト猫原はされてみたい。ストツーじゃないか。猫原いつもされてますよ私は。お前らいい加減にしろよ。今日はしてないけど、なんか玄関がすぐ玄関でなんかしてるんだよね。なんか臭い、今日玄関臭いから、なんだよ、なんか変な匂いが充満してるんだよね玄関でも、どこにされてるかわからない。プシャハラ OK なんですか。こたまのプシャハラが本当に、こたまちゃんハラスメント、わらわら、ハラスメント疑惑だらけの拉致監督、わら、いやいや監督はハラスメント全くないね。はい、ナイスカンプ、ナイスカンプ。メイテアラを探すんじゃないよみんな。あ、おぼちゃん、おぼちゃん、よし、おぼちゃんないぞ、ほら、よし、文春がね、探してもね、全くあのラス監督の周りはね、本当にないってね、もう文春さんもお手上げだと言ってましたね。これだけ清廉な人はいないとね、これだけ清廉な人はいないと、もう監督が荒だらけなんだよな。文春さんもいい記事しかこれでは書けませんねと言ってましたね。よし、いくらこの記者に逃げらせたんですか。いやいや、記者に逃げらせませんよ。あとはありましたね、10分80秒がありますね。じゃあこれを流して終わりにしましょう。はい、で OK、 10分80秒から、10分80秒、10分、はい、ここから。1980年ニュージーランド時代の到来だ。その80年代初頭のヌーベルバーグを語るビッグな監督がこの探偵物語に登場。その名も小池洋之助。山口県は下関出身。何を隠そう、この松田優作もあの片桐隆司もなんとなんと山口県は下関出身なのである。下関よいとこ一度はおいで。とにかくものすごい長い時間助監督を務めながら、涙でこの日を待っていた小池洋之助。小池は偉いぞ。うちのくせに。そのデビュー作影を捨てた男、これ一本でこいつは終わりになるだろう。予告じゃないよね。早く終わってくれ、早く終わってくれと思いながら体をむち打ち続けるけなげなプロ根性。しかしたった3秒差でブローリボン主演男優賞を逃したことで、またもややる気が全然なくなってしまっている工藤俊作。ただ一つの救いはキャメラマンのせんちゃんこと千言製造が横浜映画祭の撮影賞を獲得したことだ。せんちゃんおめでとう。二度とこんな賞はもらえないのだからな。せめて滝中でも来ていけ。会心賞でいいんだから。こんな引きこもごの現場で作られた逃亡者、いいタイトルだ。この回で私は本当に逃亡します。探偵物語来週から出ません。そうです。探偵物語本編の予告ですね。探偵物語終盤に差し掛かり、ついに待望の地方大ロケーションを1週間にわたって三重県は伊良湖と鳥羽に観光した。監督村川徹以下総勢45名の大撮影隊はものすごいスピードで取り巡り、あっという間に撮影終了。おかげで連日連夜ディスコに繰り出し、大フィーバー大宴会の末、ホテルの作業を飲み尽くし、芸者を挙げての大乱行パーティー。スタッフ45名、ぐにゃぐにゃメロメロのふぬけになりながら、それでも立派に完成した。タイトル、欲望の迷路。皆さん、だらけ切ってる工藤俊作を復元する登場。ガンだから、ガンだから、撮らない方がいいですね。久しぶりにマジに予告編をやってみようと思う。なぜマジにやるのかというと、ぼちぼち最終回が近づいているからである。ここら辺で帳尻を合わせておかないと、将来また使ってもらえなくなるからである。なぜ将来また使ってもらいたいかというと、生活が苦しくなるからである。なぜ生活が苦しくなるのかというと、仕事をしないで遊んでいることが大好きだからである。なぜ遊ぶことが好きなのかというと、きついことが嫌だからである。なぜきついのが嫌かというと、気持ちがブルーになるからである。
まあ、女だけで来週はなぜかブローサー殺人事件、いや今回は本当に真面目にやったぞ。エミュエル・キルドは白昼の資格の妹と村川徹に始まり、東方入学者のたった一人の担い手、シノニア・マダレ、白昼の襲撃の西村清、渡辺哲也の名作人斬り五郎シリーズの小沢圭一、日活ニューアクションの旗頭、野良猫ロックシリーズの長谷部康春、ロマンポルノの加藤明、新人の小池雄之介、素晴らしい監督たちに恵まれ、探偵物語も余すところ5本と相なりました。来週はやはり日活ニューアクションの切り込み反撃のメロディー等を演出した鬼才沢田幸宏監督がお送りする夕日に赤い血を、今回は実に真面目にやったぞ。いよいよ上演体制に入ってきた探偵物語、残すところあと4本、寂しさが募る思いであります。やれふざけすぎだのやりすぎだのとご批判の手紙もたくさんいただきました。しかし今更くどくどやってきたことに対して振り返るつもりはございません。肩の凝らないソフトアクションにテーマを置いて、早半年近く素晴らしいスタッフとともに全力を尽くしてやってきました。しかし自分にとってこの探偵物語もほんの通過地点にすぎません。また何かの機会のお茶の間で別の形でお会いできれば嬉しく思います。次回小沢圭一演出ダイヤモンドパニック、宮崎県出身の新人俳優入れ墨門こと前田哲郎君にご声援のほどを。探偵物語余すとあと3本、次回全国コンサートツアーのレッスンとレコーディングのため私ちょっとしか出ません。すいません。その代わりといっては何ですか。松本圭司こと山西道弘が私の分まで大活躍をします。前回に引き続き新人の活躍は実に気持ちのいいものです。上司服部圭司の殺人の濡れ衣を放さんと松本圭司の必死の捜査活動が次回ポリス万が一の見物なのであります。この山西みっちゃんは私の昔からの芝居仲間でありまして、この探偵物語を機に今後一層の活躍を期待するところであります。皆さん山西道弘にご声援を。成田美希夫さん、ゲストさんからです。出す前です。なんとなく寂しさが募る思いであります。その寂しさを打ち消すために立て続けに映画を3本見ました。グーの目次録、マリア・ブラウンの結婚、マンハッタン、素晴らしい映画ばかりでありまして、悔しさが募る思いであります。その悔しさを打ち消すために、連日連夜酒を飲み続けました。そんな二日酔いのだらしない私の頭の中に、強烈な向かい酒を浴びせてくれる監督が登場しました。探偵物語、2人目の新人監督。大分県は佐伯町出身、35歳、その名も氷川光良。デビュー作、奈良の勲章。おめでとう、氷川監督。頑張ってね。来週は最終回です。本当に長いことありがとうございました。服部圭司郎なんて、はい、ありがとうございました。松本圭司の山西君、はい、ありがとうございました。やりゆきからコーヒーを飲み慣れてない人、小池雄之介の本当にありがとうございました。もう一回の挨拶をどうもありがとうございました。どうも25秒。予告じゃなくてありがとうございました。はい、探偵物語の予告編でした。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。 P シャジ版栄冠を君に高校野球全国大会は毎日やってます。また明日お会いいたしましょう。おつでした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 。おつ、ちょっと簡単飲んでいくから。おつでした。はい、おつでした。おつです。おつ、おつでした。おつ、おつでした。おつ、おつ。